今日午後、千葉市の京成千葉駅前の広場で行われた交通安全フェスタ。そこで一日警察官に任命されたのは、この春市内の小学校に入学した4人の児童たちです。おじいちゃん、おばあちゃん、交通事故に気をつけてください。千葉中央警察署の末吉俊和署長から委嘱状を受け取った児童たちは、交通安全フェスタに参加した高齢者に対し、折り鶴の形をした反射材などの交通安全グッズを配りました。また交通安全教室では、横断歩道での交通事故防止を呼びかけ、可愛らしい警察官の姿に道行く人たちも思わず立ち止まって説明に耳を傾けていました。春の全国交通安全運動は今月15日まで行われます。